この辺でもあの田んぼでもう新米のね稲刈りの時期にはまあ皆さんが揃って稲刈りやられますけど、うん、もう今はコンバインでだーってやってしまいますけどね <laughs>、うん、一昔前は家族総出で稲刈りなんかしよったですが先生も稲、うん、刈りありますか経験も私もねここには作った田んぼはありませんでした多分ね、うん、学校の 作手やんなんか切ますやったよ私も子どもの頃に稲刈り代いうと手伝わされよってで親が買った稲を運んだりしとったんですわねいっぱいこうやって子供ながらにいっぱい持ってで、その日の晩に風呂に入るとまっの方から足の方からチカ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 痛くてあれなんでですかねそそそれれだけはの パトカーそれからもみの前先のところにねのうというもんけんみたいたちっちゃいものがありますけどね、えー、そういうのが立っとるわけですよ結局<ー>はあ、まあ昔のことですけど全部防,防備やしたら鉄鋼規範なんかやっちゃしませんからね<ー>多少どうしたってこう当たりますから首の方なんか特にね、うん、いわゆる先生あの出雲弁でいうと端い。そうそう端いです クライズも便利ですね。あれ以外にどう表現していいかわからない。そう。ハスカイデン。まさにぴったりの言葉です。それこそ小浜島にはおにぎりです。じゃあまかったでしょうがその。あの田んぼのあぜ道の方でねみんなで座ってお茶ですよ。でそうやって稲刈りした稲は先生昔派手場に干し寄ったんですか。派手場に干し寄ったんです。派手場もね。 このハラテの氷川平野のようなハラテはね大きなハデバでしたわ。これ発見物なんて言ってね一軒が長二メーターだとた発見だ二百十六メーターぐらいの。うわそれ大きい。いや見事ですね。見事でさそれかこれ竹のハデバだけっていうのをこうやりますがそれも間を間隔を大きく間をね大きくしているだから束の太いやつを バサッバサッと中に入れていくんですね。感覚が大きいということはそれだけ一束が太いってことですか。そ、はあはあ、うすいですね。こまやもんでも待ち合わんわけですわ。<ー>それからその派手あの派手場を作る柱みたいな木があります。<ー>派手木。はい、派手木の大きさだってこの腹たわ腹たわすごい大きいのですわ。すごい長い。ーたート立ててね。で横はあれは先生竹でしたが確かに竹です。 ねですからそのまだ穴掘ってそれ立てて、はあ、こんなそこへ刃庭だけをやるそれは縄でずっとこうしてつい、えー、つ,つけていかなきゃいけませんからね技術、はあ、がいりますけんのあれ結び方もあるんですか、ね、ありましたわね一つ一つ結んでいきますが表は裏でちゃんとこう,こうやっておりありますね、はあ、だからあれなんかこういう突っ込んで後で突っ込んだとねずるずる下がったらいけませんけんね, <laughs> ねビークともせんようにしとかな、ね、る。 あら技術ですわ今そんなことができる人っていやもうほとんど私らぐらいが過労の炎ってでしょうへ<ー>う私ら時代の生きてる人たちの農家の人たちがでもこの人たちはもうそういう体力はないですから口で言ってもなかなか若い人たちがやってみてもなかなかならんでしょうね。 でもよくねそんな大きな派手場が稲いっぱい干して突風なんかが吹いたときでもビクトム戦ですかビクトム戦のようにねきちっと裏スケって言ってあれはスケって言うんですよ、はい、この斜めにこれ笹絵ですか？支えのもの、はい、ステイですねあれはスケってスケカーブって言うんですスケスケタスケから来てるのかなスケ<ー>それを何本も 使ってね、で絶対マクレーンよね。この、だって北西から常に風が来ますから、そっちの方へこう斜めにこなして。えっと、やりますわ。で、表すけって言うと、表にも何本かありますけど、これはもう。まあ、見せ場ですわな。あ<ー>、そう、出した力は発揮しません。裏<い>に何本もこうしてね。それもどれぐらいこうするかっていうのも、みんな技術ですね。台風でもたまに来て。 ひっくり返ったら大変ですけどなそりゃもう家族ではとてもダメで近所からも手伝いに来て針は起こえてそして稲をみんな外しといて、はあ、もう一度かけ直すですか、まあ、大,変大変ですわね<ー>だからそんなまく、あ、れたら恥ですわねあ、そんなもんですか、うん、でもちろん不可抗力の台風なんかの場合は別ですけども台風でもないのに大した風が吹かないのにまく、あ、れたとは 重さで稲のは、はあ、そんなのやっもう恥です、はあ、ただ単に稲作っておけばいいとかと、ね、野菜作っておけばいい、はあ、ってよなもんじゃな,い,な,い,な,ないですね、はあ、いろんなところに知恵と技術が必要ってことなんですねおさえは今の耕運機やらトラクターを運転する技術よりもっとそれは難しい技術だと思いますよ、はあ、ある意味ではでもその派手場は、はあ、稲がかかっとおん時がありますかそうです それは終わってからです稲取ってから取ってからは<ー>それは一、はあ、つは取って一方でそれをこなしててもみを取り取り除くえしかし今度は和瀬があって中手があって奥手がありますから、はい、順々にその稲刈りしてきますからは<ー>またその空いたところへもう少ししたらまたかけるとはい,いうことがあります順ぐり稲をかけて、じきじきで殻の 派手場の時に結構派手場で遊んだ記憶があるんですよ。天ゴ、うん、ほどよけあ,あ <laughs> 遊んでそれでブルマが見えるようなこの中さんみたいな格好して逆上がりみたいなしたり。<laughs> はあ、足を上かけて手を下にやってひっくり返ったなんかして、はあ、それから誰が一番上の方から飛んで降りれるかとかね <laughs> なかなか昔もう床よりも男女の子がよくやるようだったで下がやいしまた、あ、藁があったりなんかしますからねわいに気がなんかしなかったですね。そうそうそう なんかあの時期になったらやってたんですよね、うん、要は遊び道具もないし<ス>公園もないし<ス>ああ時期時期にああいうものがあるとあれを遊び道具の代わりにして。うんうんうん 結構そういう楽しくやりましたがそうですね<え>でまた稲の近くの、うん、派手場の近くで稲がかかってるとこ行くとあの匂いが何とも言えんねん何とも言えなかったね,ね<ー>あれねあの匂いとはししゅし,ゅしゅの匂いもそうですが藁の匂いですね、はい、な藁のまだカリシナの藁というかね僕あれ西印剤じゃないかと思うんです。<laughs> 何かなんかね「催淫の匂い」みたいなね、はあ、なんか子供ながらになんか異性をこぶるというかそういうその感情が湧いてくるような匂い一種ちょっと女性からは想像ができない <laughs> そうですかね <laughs> <laughs> なんかその振り返ってみてですよ。<ー>なんかそんなだからすごく思い出る。他にもいっぱい匂い嗅ぐものあったんだけど、あのハデバとかシシシのそばを通った時の匂いというのをいつまでも覚えてますわ。そうですよね。あれ何とも言えない匂、ね、い,い,い,いですもんね。故郷、うん、の匂いって一でいいのかな。ね、<laughs> それが今は嗅ぐ機会もなくないです。 ちょっとかわいそうですね。そうですね。<laughs>